すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は、次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも、機動力が必要となる。それには、やはり、電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定。2番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月就役予定と配備はこれからだ。太平洋型は、毎級である、そう、流型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、流型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の東竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、東竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、流型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は、30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双竜型のおよそ 1.5 倍以上に荷も達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、
対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要があるだろう。また、2020年に太平洋が実際の進水式を迎えるまで、までには一部では推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、太平洋型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、太平洋は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも太平洋型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が
20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することはかなり困難である。今後、リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。オス、案内役の東条朝香です。今日も元気に。今回も気になる記事を見つけました。南シナ海での水蒸気爆発、もしや原子力潜水艦が海底で爆発したのではないかとの発表もあり、ニュースとなっています。これに対してネットの反応も伝えていきますね。スプートニクからの記事を時系列で読み上げていきます。11月22日11時頃、米海軍の駆逐艦は20から21日、中国が領有権を主張する南シナ海の海域近くを航行した。ロイター通信が米軍報道官の話をもとに報じた。第7艦隊報道官は、中国の過剰な権益の主張に対抗する航行の自由作戦を行うために、駆逐艦が、パラセル諸島とミスチーフ州の海域を航行したと語った。中国空母、遼寧。中国初の国産空母、科学調査実験と訓練のため、南シナ海へ向かう。中国は、パラセル諸島やスプラトリー諸島、スカボロー礁をめぐって、ブルネイやベトナム、マレーシア、フィリピンと領土紛争を行っている。2013年末以降、中国政府は、これらの島々で人工島の建設や、これらの地域の拡張、開発に関する大規模な治水、建設作業を行っている。米国と日本は、海軍基地や軍用飛行場への変化を含む、軍事目的で利用される可能性がある陸地の区画を中国が形成しているとして非難している。11月22日18時頃、南シナ海で、TNT 換算で、最大20キロトン相当の水中爆発が記録された。21日、ハルターナーラジオショーが海洋モニタリングサービスの情報をもとに報じた。現在伝えられている情報によると、爆発はモスクワ時間02時22分、日本時間08時22分に約50メートルの深さで発生した。消息筋は爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張している。
センサーが爆発による強い衝撃波の発生を記録したという。なお、地質調査所は南シナ海の同海域で地震が起こった可能性を排除している。メディアは定期的に同海域にいる米海軍の原子力潜水艦の一つで爆発が発生した可能性があるとの見方を示している。なお、この情報は今のところ公式には確認されていない。11月23日2時頃、ロシア消費者権利保護福祉分野監督庁は放射能事故に関する発表から南シナ海地域の放射能環境のモニタリングを強化した。発表では、環境モニタリングのグローバルネットは、この地域で放射能レベルの上昇を観測したことが確認された。機関は、ロシアに対する脅威はないと強調した。以前、巨大水中爆発に関しては、米国のラジオ局、ハルターナーラジオショーが、軍の情報筋を引用して報じた。軍の情報筋がポータルサイトに語ったところによれば、事故は、深さ50メートル地点で発生し、その威力は TNT 換算で10から最大20キロトンと推測される。情報筋によれば、地震は除外されているという。この地域は、恒常的に米国の潜水艦が往来していることが報じられている。この規模の爆発が実際に発生していた場合、潜水艦一隻が損害を受けたか、潜水艦が同地域を離れざるを得なくなっていたと指摘がされた。公式にはこの情報は確認されていない。それではネットの反応です。仮に原潜の原子炉事故だとしても、20キロトン級の核爆発は発生し得ない。また、CTBT に署名してる中国が国際法に違反してまでも、公海上で搭載核兵器の爆発実験を実施するとは考えがたい。そもそもニュースソースが怪しい。本当だったら沖縄も危ないよね。はっきりした、続報欲しい南シナ海 TNT 最大20キロトン相当の水中爆発。記録2019-11-21日消息筋は、爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張。南シナ海で原子力潜水艦が爆発か。原子力潜水艦が爆発。南シナ海で原子力潜水艦の爆発があったようだ。海洋汚染が心配だ。生き物の生態系に影響が気になる。南シナ海で米軍原子力潜水艦が爆発の可能性。誤報だと言いだがや。南シナ海で TNT 換算20キロトン、広島原爆15キロトンより上だが、現代の核にしては小さい数字に思える相当の水中爆発があったようで、米中どちらかの原子力潜水艦じゃないかと。台湾や中国沿岸部で放射線の値が上昇したとか。フェイクであってくれ。今、YouTube で見たが、南シナ海で核爆発らしき爆発があったと。周辺海域では異常な放射線を感知しているらしく、爆発規模は TNT20 キロトン級、震度 50M ということ。この情報の詳細が知りたい。実験なのか暴発なのか？この情報は11月22日午後11時17分 EST 時点です。やはり、憶測は憶測を呼びますね。私も、この記事は気になるところです。実験なのか原子力潜水艦の事故なのかはわからないでしょう。ドローンなども出てきてる状況。海底でのドローンが開発されていてもおかしくないのでは。もっとも、このニュースの詳細が世の中に出てくることはないでしょう。バレたくはないのですから。今日はありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ついに動き出したリチウムイオン電池との組み合わせ潜水艦。そう、流型潜水艦11番艦オウリュウだ。静粛性でも群を抜いてトップとなる。もちろん理解できるだろうが、電気とモーターで音はほとんどでないとされる。いよいよオウリュウ潜水艦が海上自衛隊に引き渡された。2020年3月5日のことだ。これで5基地に向かいつつ訓練を繰り返し、潜水艦自体も鳴らしていく。この時、リチウムイオン電池の威力を知ることになる。潜航時、静止状態では音は出ないだろう。今までの潜水艦よりも一段と静かになる。もう一ついざという時のハイパワーを一気に使うこともできる。それがリチウムイオン電池の特徴となる。まだ日本だけが採用しているこの AIP 機関だが、周辺国でも検討には行っている状況。台湾へも提供などいろんな情報が流れている。台湾にはぜひ、米国の力を借りて、一刻も早く潜水艦を建造してほしいものだ。豪州についてはまだまだ進んでいない。その進まない豪州へ提供できただろう非凡だが、最後の最後で、普通を選んだ豪州には、今後進まない事態へと発展。こんなはずではと後悔か。少し説明していこう。フランスがオーストラリアの原子力潜水艦の建造国に選定されたのが2016年のことでした。この選定には日本、ドイツ、フランスが参加していましたが、日本とドイツが敗れ、フランスが選ばれたのです。しかし、それから丸3年、未だに完成していないとは、びっくりしますよね。よほど高性能な潜水艦なので製造に、時間がかかっているのとも思われますが、本当はどうなのでしょう？フランスも、これほど時間がかかるとは予想もしていなかったのでしょう。自分たちの技術力を過信していたとは思えませんが。しかし、この原子力潜水艦が完成しないと、一般的な通常動力型潜水艦も、作れないということが大変なネックになっているのです。というのは、フランスが作る予定の原子力潜水艦の駆動部分を通常動力型の潜水艦に変更するという提案でオーストラリアからの購入を決定したからです。前提となる原子力潜水艦がまだ建造中ということであれば、オーストラリアの潜水艦は後回しになってしまいますよね。A を作り、その A を利用して B を作るという条件なのに、A をまだ作っているはずです途中という事態が発生したということでしょう。フランスもなんだかなと思いますが、もう一方のドイツも凋落が著しいようです。軍事用とはいえ、あの時代に今もバンバン使用しているアウトバーンを建設し、数多くの有料自動車産業を生み出したドイツには、現在稼働している潜水艦は一隻もありません。ヨーロッパ一と言われた工業国なのに、一体どうしたことか、と感じてしまいます。隣国であり、歴史的にも対立、友好関係を繰り返してきたドイツとフランスですが、両方とも何をやってるんだろう？と他人事ながら歯がゆい気もします。フランスが沈黙し、ドイツが加工していったこの3年ですが、この期間に進化した潜水艦があります。
それが日本の欧竜潜水艦です。忘れてはいけません。欧竜潜水艦は、そう、竜型潜水艦の中でも最新鋭の艦です。通常動力型潜水艦でリチウム電池を搭載した潜水艦で、昔ながらのディーゼルエンジンと混合ハイブリッド潜水艦とでも表現しましょうか。日本の進化をオーストラリアはやきもきしながら見ていることでしょう。もともとオーストラリアは日本からの購入に傾いていたそうですが、政権が変わったこと、貿易額1位の中国が日本からは買うなと横やりを入れたことなどがあってフランスに変えたと言われています。ところがフランスがなかなか進みませんからお手上げ状態です。おまけに要望を聞いてあげたはずの中国がオーストラリア近辺で何やら秘密裏に動いているらしいとの噂もあり焦っているようです。中国の脅威に海底の忍者と称される潜水艦でもって対抗したいのに、膠着状態ではオーストラリアも困り果てていることだろうと推測されます。オーストラリアの次回の選挙で政権が交代すれば、このシナリオにも変化が訪れるかもしれません。とは言っても、フランスとの契約をなしにして、日本と、とは簡単にはいかないでしょう。世界的にどの国も同じですが、フランスも経済的に苦しいはずですから、オーストラリアが契約を破棄すれば、フランスにとっては大きな損失であり、経済的にも大きな打撃となることでしょう。日産、ルノーの問題もありますし、オーストラリアが日本と契約となったら黙ってはいないような気がします。でも、一番の問題は、フランス製の原子力潜水艦が未だに完成していないことなんですけどね。完成していれば、オーストラリアの考えも違っていたでしょう。日本の技術が向上し、そう、竜型潜水艦が非常に進化しました。どの国でも、一体どんなものなのかと興味を抱くのは当然のことでしょうし、潜水艦という巨額の投資をするわけですから、いいものを購入したいと思うのは当たり前のことですね。そう、竜型潜水艦の中でもトップクラスの有能さを誇る欧竜潜水艦。その登場で防衛形態はガラッと180度変わるとも言われています。原潜並みに海底に潜んで敵を待ち伏せしたり、攻撃する戦術も可能とも思われているのです。オーストラリアへの売り込みで中国の横やり以外で日本が落選した。理由の一つに、技術の提供はせず、日本で作ったものをそのまま引き渡すということが挙げられました。この点もオーストラリアは納得しなかった点です。やはり、オーストラリアも、将来的には自国で作りたいわけですから、素晴らしい技術を教えない、日本と他の国を天秤にかけて迷ったのは、事実でしょう。たかが潜水艦と言いますが、その潜水艦一隻で防衛力に大きな影響を与えることもあります。オーストラリアは防衛だけでなく攻撃も考えていたのでしょう。だからこそ技術提供を認めたらしいフランスを選びました。しかし、この3年全然進まないのですから、大きな痛手となっているはずです。ひるがえって日本です。近年は潜水艦だけでなく護衛艦に関してもかなりの進化を見せ、様々な国に一歩先んじていると言われています。
自国の防衛力も強めていくことでしょう。こうなったら他国の潜水艦を作っている暇などないと推測されます。オーストラリアもいいところだけを話す国だけでなく、弱点もきちんと話す国とも対話も必要だったのではないかと考えてしまいます。はっきり言って日本の潜水艦は日本だけでしか作れませんということですね。何を恐れているのか。中国政府、今台湾南部に展開している米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や H6 爆撃機、Y8 戦勝海機などだが、かつて1995年から翌年の第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿はもうない。その当時であればアメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近になすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍は、セオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃を、シミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも、常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて、複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を崩具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。
人口約2400万人の台湾と約14億人を擁する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では、実質的にあまり利点がないと映るかもしれない。しかし、政治的には、正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の二つの中国に追従支付を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものと言える。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線といえる。これを超えて、中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するという、いわば目印であり、2020年9月までは中国軍も、そこを踏まえて、あえて、そうした行動は控えていた状態だった。それが、2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに、中国軍の航空機8機が、中間線を越えて台湾側に侵入。翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に、中国軍は、東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず、周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と継ぎ級の
強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に、2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域、について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から22km の外側で、かつ、領土から44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上し国旗を立てなければなりません。つまり領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、
禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊はそういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の相手、中国は自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を先行するというのは明らかに意図がありますね。海事の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動も、その一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は数だけの比較で見れば確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし問題は潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在は、アメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海事は、横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練を、していましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力が、アップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を、100機揃えたことで、一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は、1998年、平成10年にハワイ沖で行われた、リム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林尾をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を
全滅させることができました。現在、対潜水艦船技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは、海自に対して、世界で自分たちと一緒に。やっていけるのは、お前たち、日本だけ、という態度です。アメリカが、日本と強く結びついている状態を、中国海軍、政府が強く、意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも、防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、MIMPAC。MIMPAC、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の選考を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に、日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。
そのためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと思うところです。